ドリージャンホームページをご覧の皆さん、こんにちは。ヌラリヒョン役の滝口幸宏です。今のところは、ちょっと怖さしかないです。っていうのも、小馬健さんと、里兄が、部下役ということで怖さしかないですもう2人について頑張っていこうかなと思います。ドリジャンホームページをご覧の皆さん、こんにちは。妖怪油すまし役をやります小林健志です。今回はですね、妖怪油すまし役ということでですね、もうこんなに役者生命早く油すまし役が来るとは思ってなかったんですけれどもね、せっかくそのやらせていただくことになったんでね、もう誰もが思い描くあの油すまし役をですね、思い描く油すまし役をですね、頑張りたいと思います。はい、ドリジャンホームページをご覧の皆様、こんにちは。あずき洗い役を演じる佐藤隆です。今回は植草さん、まあ、すなわちかっちゃんがね、出るということなので、まあ、出演していただくということなので、まあ、そうですね、僕と小馬健とかっちゃんでその新ユニットですね、その気持ちは少年隊をちょっと結成できたらなっていうのは切に願ってますね。そこにトンペイさんが、著白海でもう登場していただければそれだけでも最高ですね。さよなら。ドリジャンホームページをご覧の皆様、こんにちは。牛鬼役を演じます池田貴博です。役者として初めて妖怪役というものをやるんですが、ちょっとどういうものになるか分かりませんけども、新しい自分を出して、正月から皆さんに楽しんでいただける舞台になると頑張りますんで、よろしくお願いいたします。ドリジャンホームページをご覧の皆様、こんにちは。雪女役の久野明子です。今回は若い元気のいい男性の方たちがたくさん出てらして、私もそういう若い方の奥様役なので、負けないように元気いっぱい新しい年を迎えたいと思います。ドリジャンホームページをご覧の皆様、こんにちは。座敷わらしを演じます左とん平でございます。今回は皆さん若い人ばっかで、私が一番なんか年取ってる役者だと思いますけど、若い人と混じって、まあ、一生懸命やろうかなっていうのが意気込みでございます。